ラベルバージハリソン、またはロウェルバージハリソンはアメリカ合衆国の風景画家である。色調の変化を表現するトーナリズムの画家の一人に数えられる。フィラデルフィアに生まれた。兄に風景画家となったトーマス・アレキサンダー・ハリソンがいる。1874年からフィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで学び。 1878年からアカデミーの教師となったトマス・エイキンズにも学び、後にハリソンは美術教師になったので、美術の教授法の分野でエイキンズの影響を受けていた。その後パリに渡り、カロリス・デュランの画塾で学び、パリ国立美術学校でアレクサンドル・カバネルに学んだ。1881年にサロンド・パリに出展し、1882年の出展作は、 アメリカ人画家の作品としては、初めて、フランス政府に買い上げられた。この時代の作品は、農民の生活などを描いていて、自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュの影響をも受けていた。夏の野外写生の旅で、オーストラリアから留学してきていた画家のエレノア・アリッチーと知り合い結婚した。アメリカに帰国し、ナショナル・アカデミー・オブ・デザインの展覧会や、 ペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に出展した。健康に恵まれず、1889年から1893年の間は療養のためにオーストラリアや太平洋の島やニューメキシコにしばしば滞在した。さらに著作や差し絵の制作にも時間を割いた。1891年に夫妻でカリフォルニアに移ったが1895年に 妊娠中の妻が病死した。再婚後、マサチューセッツ州のプリーマスに移り、その地域の画家の中心として活動した後、ニューヨーク州のリゾート地で多くの芸術家の集まったウッドストックに移った。芸術家を指導し、1906年にアートスチューデンズリーグの書き学校がウッドストックで開かれるのに貢献した。1910年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれ、 ナショナルインスティチュート・オブ・アーツ・アンド・レターズや、ニューヨーク水彩画クラブ、アメリカ芸術家協会の会員でもあった。アート・スチューデンツ・リーグで、風景画を教えた。1809年に、風景画の講義録が、ランドスケープ・ペインティングというタイトルで書籍となり、高い評価を得た。ありがとうございます。